レイトゥゲザー。はい、どうも、お集めの身に隠れます。地球上のすべての生きとして生きる者の嫌われ者のキモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、真相ノイズ地震探偵の事件簿体験版というわけでして、今回ですね、動画をする時に言うと、11本目ということで、今回も楽しくプレイの方をさせていただきたいなと思います。でですね、こちらですね、やらせていただくときは、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わりしなにですね、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、もしよろしければね、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、See you later。バイバイ。ちょっと待ってて。ダメ、業者さんがいたから聞いてみたんだけど、ところどころ木製の床のところもあるから通れない。ワックスが乾くまで待ってって。ミーティング？半合宿の。ええ、ちょっと無理ね。ごめんなさい。みんなで好きなように決めて。じゃあ、また後で。よかった、さくらちゃんが見つかって。あっちこっち探し回ってさすがに疲れたな。立花君も一緒に待っててくれるの？やった！
うん、いいよ。同じ班でしょ。やっぱちょっと心配だよね。どこで待とっか。ここで座ってる？私も一緒に行っていい？どこ？立花君って水泳部だっけ？そうなんだ。じゃあ迷惑かな。ありがとう。さくらちゃんが降りてくるまでちょっと暇かなって思ってたんだ。うん、居場所が分かってよかったよ。立花君はその約束のために残ってたの？そうなんだ、ミーティング。あー、それじゃあやっぱり他の班の私はいない方がいいんじゃない？大丈夫、ちょっと離れたところで待ってるから。終わったら声かけてね。あ、もしかしたら立花君たちのミーティングが終わるよりさくらちゃんが降りてくる方が早かったりするのかな。そしたらさくらちゃんもミーティングに途中から参加するだろうから、一緒に帰るならどのみちミーティング終わるまで待たないとなんだな。ミーティングってどれくらいかかるかな。そうだよね。うん、待ってるよ。さくらちゃん、昨日も今日も少し様子がおかしかった。なんか気になるから一緒に帰りたいな。いつもってほどじゃないかな。時間が合う時だけ。私、図書委員やってるでしょ。でね、さくらちゃんは放課後遅くまで図書室でお勉強してるの。私がカウンター係で、最後図書室を閉めるとき、さくらちゃんを見かけることが多くてね。一緒に帰ろうって声かけたのが始まりなんだ。私はさくらちゃんのことお友達だって思ってるけど、さくらちゃんはどうなんだろうな。何とか終わらせたよ。でもあんまり役に立てなかったみたい。盗まれたの？泥棒が。嘘嘘、なんでどうして。でもない、なくなってた。確かにあったのに、なくなってた。マッキー落ち着いて、もう一回探してみようよ。風間の勘違いじゃないのか。あんなものを盗む人がいるなんてありえないとまでは思わないけど、現実的じゃない。
もう何度も探した。カバン引っかき回して中身全部出したの見てたでしょ。どっかに置き忘れたとか。そんなわけない。ワックスがけがあるから机は空にしてきたし、そもそも今日一日ずっとカバンに入れてたもん。間違いない、盗まれたの。更衣室の中に泥棒が入ったの。どうしよう、大変だ。泥棒なんて、警察に連絡すればいいの？110番って何番だっけ？私の体操服。体操服？なんで？知らないわよ。私の方が聞きたい。どうしてあんなもの？今日授業あったし、いっぱい汗かいて汚いのに。それともだからこそ、女性の使用済みってやつだから。信じられない。気持ち悪い。立花、痴漢、昨日の今日なのに、また変態にひどい目に遭わされるなんて、気持ち悪い。どうして男っていやらしいの？どうして自分をそんな目で見るの？立花も見てた。プールサイドにいる自分の胸を、じっとり、おかしな目で見てた。もしかしてそれが、犯行のきっかけになった？確かに立花は昨日、助けてくれた。自分は彼を見直した。でも、だからといって無条件で信じるのは危険だ。自分のこの心理につけ込んで、疑われないと思って犯行に及んだ可能性もあるんだから。ナッキー、ほら深呼吸だよ。ふぅはぁ、ふぅはぁ、ひっひっふぅ。サナイ。え？絶対許さない。警察呼んで徹底的に調べてもらって、ブタ箱行きにしてやるんだから。お待たせしてごめんなさい。さっき練習が一区切りしたところで。なんだろう、この空気。風間、涙ぐんでる。あの、何かあったの？もう結構集まってんな。早いな、お前ら。まだ時間前なのに。あれ、風間が泣いてる。なんか空気がピリピリしてる。どうした？喧嘩か何かか？あれ、俺が最後の一人？悪いな、待たせて。じゃないか。雪本さんがいないし。というか、なんだろう、この雰囲気。風間、わなわなしてるし。なんかあったのか？体操服盗まれたって、そんな漫画みたいなことってあるんだな。どんな漫画だよ。教室に忘れてきたんじゃねえの？今日はワックスがけだから、机は空にしたわよね。忘れるとしたら、教室の個人ロッカーの中かしら。ううん、今日は開けてない。今日は2限目が体育だったけど、その時は当然あったんだよね。あった。授業が終わった後はカバンの中にしまって、それからずっと出さなかったよ。どうしてカバンにしまったんだろう。普通専用の袋に入れて持ち歩かないか。まあいいけど。それから放課後に練習する前、更衣室で水着に着替えた時もあった。カバンがパンクしそうで閉めるのが大変だったし。だから無理してカバンにしまわなきゃ。
そんな不便なことにならないのに。となると、夏希さんがプールで泳いでいる1時間の間に忽然と亡くなったというわけね。ナッキーの思い違いでなければそうなるね。思い違いじゃないわよ。絶対あったし、絶対亡くなったもん。盗まれたとしか思えない。私だって認めたくないよ、体操服盗まれたなんて。でもそうとしか。腹減った。早くミーティングして帰りたい。明日になったらひょっこり見つかるかもしれないし。体操服か。体操服はわからないな。何のために誰が盗んだんだろう。そもそも盗まれたのか。だからブルマなんてやめちゃえばいいのに。ジャージだったら部屋着にも寝巻きにもできるし、何かの間違いじゃないか。体操服盗むなんて何が楽しいんだかわからない。体操服が一人手に消えるわけないしね。でもどうして盗んだんだろう。みんなきっと何かの間違いだって思ってる。自分の言い分を信じてくれない。いいよ、自分の勘違いでも。むしろそれが一番いい。でもだったらどうしてカバンの中から体操服が消えてるの。まずは風間の意見を信じよう。もし勘違いで何かの拍子に見つかったらそれはそれでいい。でももし本当に盗まれていたのだとしたら大変なことだ。状況を整理した方が良さそうね。夏希さん、まずは何があったのか落ち着いて最初から話してみて。最初からって、もう大体話したじゃない。ええ、何度も同じことを話させてしまってごめんなさい。でも一からちゃんと振り返りましょう。何か見えてくるかもしれないわ。分かった。どこから話せばいいかな。はい、というわけでして、今回ですね、気分良さそうなのでこの辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。冒頭はね、いつも通り、今まで通りのちょっとね、緩い感じですかね、なんかこう間延びしたような感じで進んでいったんですが、急にミステリーっぽくねなったんで、おお、さすが、これがこの作品の本懐かなと思って、今ちょっと感心してね、プレイしてるんですけど、まあ、ミステリーっぽくっていうか、まあミステリーなんでね、一応タイトルもね、受信探偵の事件簿なんて言ってるんで、まあミステリーはミステリーは当たり前です。当たり前の展開だよなと思うんですけどね。今まで全然そういう展開がなかったんで、ああと思ったんですけどね、ようやくここでちょっとミステリーっぽくなってきたんで、ああいいなということですね。はい、
で、ジブリさんがこれ以外のシリーズのですね、いくつか出させていただいておりまして、あと不定期なんですが、ニコのみ YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回ですね、動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております、Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております、各種 SNS の URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。お気の方がも気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひ、こちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回小小生キモイマの37がお送りさせていただきました。真相ノイズ、地震探偵の事件簿体験版、動画の数的に言うと11本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。また次回あるいは別の動画にて皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。